観光。ちょっとこうやらせるのがあれだったんで、実はそこで54のご遺体が発見されました。はい。で、そのうちの3体がちょうど皆さんがこう折り曲がって熱い熱いって入っていったところに、ミイラの形で3体発見されました。こちらの要はもう戦争に参戦できないもう体が痛めてしまってという方は最終的には毒を飲んで自決したんですね。はい。で、悪い話なんですけど、その毒がですね、体中をこうめぐった形でネズミとか食べないんですよね。その遺体をですね。なので綺麗なミイラの形で3体だけ残ってるんです。雨降ってきたんですけど、こちらスコールなんで、もうちょっとピタッとやむと思います。次は大阪山砲台という場所に向かいます。こちらですね、こちらに来た海軍の人たちは、高台のところに砲台を5カ所ぐらいなんですけど設けました。そのうちの1箇所、大阪山砲台、この丘の上には、15センチ口径の大砲がありました。で、本当は2門あったんですけど、1門がアメリカ側も鉄不足なのかちょっと持ち去られてて、で1門だけ残ってる状態になります。で、唯一珍しいのがその1門はアメリカ軍が持ってきたF4 戦車が大砲を撃ち抜いてる、その形跡そのまま残したままで置かれております。今実際行ってみて見るとどれだけの威力があったのかっていうのは見て取れると思います。